YouTube でひろゆきさんの論破集を見てふと思ったのですがそれってあなたの意見ですよねとひろゆきさんが言っていましたがそれもひろゆきさんの意見じゃないんですかそれってあなたの感想ですよねってやつですよね多分意見ですよねは言ってないと思うんですけどでえとそれが多分あのテレビタックルっていう番組に僕が出た時のやつだと思うんですけどネット 上上にがががっっててるものがその,なんかあのユーザーザオリリジナリティがなないいみたいなことを言って明らかにオリジナリティがないみたいなことを言ったんですよね。明らかかどうかっていうのがその、その人が考えてる感想でしかないんですけど、ただそれをテレビで言ってしまうと、それが事実かのように誤解してしまう人がいるので、それは明らかじゃなくてあなたの感想ですよねって言ったんですよ。要は明らかであるって1冊1は2とか、事実に関することなんですよ。太陽は東から上ってに に沈みますとかそう事実であれば明らかであるっていうんですけど。水 メイカが甘いかどうか、メロンが甘いかどうかって主観なんで明らかではないんですよ。食べてみたらそんなに甘くない。メロンあるかもしれないし、パッと見そう。見えるかもしれないけど、実態は違うとこもあるので、それを明らかという言葉を使うべきではないんですよ。なんでそのちょうど僕その頃ニコニコ動画の管理人っていうやったので、そのニコニコ動画に関する風評を流されるわけにいかなかったので、それは明らかではなくて、あなたの感想ですよね。って言ったんですよ。で、あの感想です。よって言えば全然いいと思うんですよね。芦田愛菜さん、そんなに可愛くないよね。っていうのを僕前回言ったと思うんですけど。 あれ僕の完全な感想と主観で、その足田真菜さん超絶可愛いとか、世界で一番可愛いって思う人がいるとは思うんですよ。で、それはそれで全然構わないと思うんですよ。僕は感想として、足田真菜さんなんか10段階でいくと5段階か6ぐらいじゃねみたいな風に僕は思ってるっていうだけで、宝生舞さんとか上だよねとかっていうだけの話で、なので別にそれ主観だからどうでもいいと思うんですよ。ただそれを事実だって言われちゃうと、いやいや、世界で一番美人っていうのは事実じゃないでしょ っていう。事実なのか感想なのかっていうのを明確にした方が安全だよねっていうのがあったので、そこを指摘したって話でさえ、はい、なので別にあの、意見を言ってる人に意見だよねっていうことはないです、僕は。はい